はいどうも、今回なんですけれども、乃木坂のですね、最新曲、アクチュアリーですね。まあ、いろいろありましたけど、無事発売されたということで、セブンネットの方で購入してまいりましたので、各タイプ開けていきたいと思います。狙いのメンバーなんですけど、なンちゃんとか、ミヤなとか、もオれたら嬉しいですね。狙いのメンバーなんですけれども、1期だったらアスカ、2期だったらアレナーチ、3期だったら、まあ、みずきとか含めてこちらの6名ですね。4期だったら、カッキーとか、こちらのメンバーだったら嬉しいです。 動きだったら、さつきちゃんとか、にくちゃんだったらめちゃくちゃ嬉しいですね。それでは開けていきましょう。ーーそれではですね、早速開封していきたいと思います。まあ一人ぐらいね、希望メンバーと、まあ、ご規制もね、せっかく今回から入りましたので一人ぐらい出てほしいところではありますね。それではいきます。せーの。 あ、まあいや。まあ一期生ね。4人しかいないんで、貴重な一期生ですね。ありがとうございます。それじゃあ続いてタイプ C ですね。やっていきます。一人ぐらいね、ちょっと希望メンバー欲しいですね。いきます。せーの。キっきいちゃん。あ、きいちゃん。きいちゃんラストなんでね、もう、次のシングルからもう、絶対出ないと思うんで、最後の最後で。 これはありがたいですね。大事にします。ではですね、続いてタイプ B ですね。開けていきたいと思います。マじでお願いします。ここからよりですね。いきます。せーの。お、演作。演 <laughs> 作出ました。これめっちゃ可愛いですね。やったー。4期生のエース、演作ちゃんが出ました。嬉しいです。ありがとうございます。それではラストですね。まだ、 希望はメンバーが出ておりませんので、1枚ぐらいちょっとお願いします。希望メンバーだって10人以上言ったんですけどね、1人ぐらい出るでしょう。最後いきます。せーの。お、クッキーえこれはひぐい。はい、ということでですね、タイプ A からカッキーで、タイプ B から演作ということで。<laughs> これは、神引きでしょ。<laughs> よかったー。 最後ね、推しを引けたんで、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。いや、この二人出るか。この二人出るなら、なんか、あやみちゃんのよりも、ついあやみちゃんのよりも欲しくなりますね。夜明けの三人で、まあ、揃えたくなるんですけれども、いいっッキーと遠足出ました。やばいですね。よかったー。はい、ということで、この二人新名ですしね、アクチャリーではね、めちゃくちゃ嬉しいです。いや、めっちゃテンション上がりました。 はい。ということでね、ハクチュアリーの開封終わっていきたいと思います。皆さんの結果はね、どうだったでしょうかコメントでぜひお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。